大阪の皆さん、こんにちは。お久しぶりです。4月19日に阪大のワンコインコンサートシリーズに出演させていただく予定だった加藤幸子です。皆様に私の大好きなブラームスの晩年の作品を聴いていただこうと思って、一生懸命練習してフライトもちゃんと取って楽しみにしてたんですけども、残念なことにコロナウイルスの被害がひどくなってキャンセルせざるを得なくなりました。そこで皆様、楽しみにしていただいていた皆様に一言、私はニューヨークで元気で頑張ってるとお伝えしたく、このメッセージを録音してます。もちろん私は一番世界中で被害のひどいニューヨークに住んでます。もう毎日救急車の音は一日何回も、もう10回ぐらい聞こえてきますし、近所 の病院はもう医療崩壊寸前で大変なことになっていると思いますけど、私自身の生活は、まあ、平穏というか安泰というか、もう教える仕事はみんなオンラインに変わって、毎日 iPad に向かって怒鳴り声を上げている生活ですし、犬の散歩以外はもう一切外に出ないで家に閉じこもってます。でもまあ不安は不安ですよね。やっぱりね、こう先行きがわからないし、もうもし感染して入院したら、うちの犬はどうなるんだとか、どうなるんだろうとかね、いらない心配などしちゃって。でもね、人間慣れはすごいもんで、もう3週間経った今、まあみんなこれに慣れつつあります。もう数週間前にね、こうエッセンシャルウォーカーといって、医療関係者はもちろんのこと、スーパーや薬局、私たちの生活に必要なものを届けてくれる配達のお兄ちゃんなどのことをエッセンシャルウォーカーって言うんですけども、彼ら のことを感謝して毎晩7時に拍手しようという動きが始まりまして、毎晩毎晩皆さん窓から身を乗り出して拍手したり、鍋を叩いたり、この前などは窓から身を乗り出してトランペットで、ニューヨークニューヨークの歌を吹いてるお兄ちゃんまでいました。毎晩毎晩ですよ。これはもちろん病院で奮闘してくださってるお医者さんや看護婦さんも、そして私どもの生活に必要なものをこう届けてくれる、で売ってくれるスーパーの店員さんや薬局の店員さんや配達の人たちに感謝の気持ちもこもってるんですけど、もうそれよりも何よりもニューヨーカーたちはお互いの姿が見えないけれども、僕たちはここに頑張ってるんだよ、私たちはここにいるんだよと、お互いを励ましてるような気がするんですね。本当にこうニューヨーカーっていいな、ニューヨークに住んでていいなと本当に思います。日本も皆さん被害が増えてきて大変だと思います。皆さんくれぐれもお気をつけて、そしてこのブラームスのプログラムを皆様に一日も早く直に聞いていただける日が近づいてくるのを祈っています。で今回はちょっと直に聞いていただけない代わりといってはなんですけども、皆様に私の一番好きな作品の一つであるブラームスの、作品118、2番胃腸腸の感想曲を弾かせていただきます。本当に申し訳ないんですけど、調律の人を呼ぼうと思って準備してたらロックダウンになってしまったので、調律もされてないですし、 iPad ですので音がいまいちだと思いますけど、ご容赦のほど。では皆様、本当にくれぐれもお気をつけて、また会う日まで。